はい、どうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。信長の野望、新世、義兄を裏切らない浅井長政編、続きをやっていきます。第9話。はい、ということでですね、前回は赤松を、攻め滅ぼしました。旧鈴木の武将と黒田官兵衛手に入れましたね。で、今代官で育ててる最中なので、ちょっと人員配置とか一旦考えたいなと思います。なので内政のためにちょっとだけ失礼します。はい、戻ってまいりました。人員配置したんですけれども、ちょっとね、侍大将のね、位を持ってる部署が全然いなくてですね、代官で育つのをだいぶ待ちましたね。もしかしたら数年かかっちゃってるかもしれないですね。体制としましたはね、毛利と島津がね、長宗我部を攻めて四国を二分しようとしてるって感じですね。で、織田の侵攻、西にはちょっと止まりました。で、大変なこと起きてますね。武田が滅んでますね。そして伊達もあと一条、北条に食われる感じでしょうか。で、徳川が若干伸びたけど、さすがに北条は強いかな。で、上杉もあと一条だけ。これ織田家が取ってくれないとね、北条が取っちゃうと、上杉の武将と伊達の武将をね、根こそぎいってしまうことになりますね。かなり北条が強い。まあ織田家もね、北条と互角かそれ以上かもしれないですけども。で、西はもう我が浅井家に全て任されているという状態でございます。はい。で、武将の配置としましてはね、ここに青鬼で蒲生で海宝さんね、ちょっと前線の方に移動してまいりました。で、国衆から味方になったオチスさん、で鈴木重秀がね、やっと侍大将になりましたんで、最下位を任しました。で、石田正嗣、この辺は前からかな。で、島左近はここですね。畑野の能力バフになる人いない？あ、いるよね。2人いんのか。2人とも入れるか。ありがたき幸せ。恩に着ようぞ。ちょっとまだ完全ではなかったですね。で、結構ね、有力な武将としましてね、藤堂高虎が入りました。あと毛利家から亀井さんですね、引き抜いております。恩に着ようぞ。うん、こんなもんですかね。で、海宝さんがいたところにね、厚地ちょっともう戦うことなさそうな城なんで、ちょっと厚地入れております。はい。いや、内政結構進めたわけなんですけども、どっかでね、毛利と戦わないとダメですね。しかもちょっと軍団も作らないといけなくて、
本拠地二条御所からねさらに西に移動させないと厳しいかもしれないですね。小髄城がね結構強いんで、本拠地小髄城はありかもしれません。とりあえずやっていきましょうか。小髄城狙いで軍勢出してもいいかな。うん、我がその時一回攻め込むのもありかなっていう感じでは思っております。よろしいですかね。ん、信長どうした。援軍要請。よろしいですかね。いいよ。海宝旗のガモ、みんなついてまいれ。いいっすよ。鳥取城、ついに織田家が西に動きましたね。万歳。お、東洋が出てる。聞いてくだされ。東洋出てるし、市場拡張も出てる。心得まして。内政もねご覧の通りあと少しで全部終わりますね。お、国衆怪獣出てんな。お聞きいただきたい。怪獣やからあれか、まだ武将が取れるわけじゃないですね。うん、さあ大月影秀、ほう、使えるとするか。だいぶ高齢やな。中国地方でバチバチですね。今四国攻めたらでかい戦にはならなさそうやな。ロキアンさあ毛利から武将引き抜きましょう。やりました。んでもう攻めてもよさげでしょうか。政策でコニダをねもう一個ぐらい強くしたい。維新か、維新が足りてない。朝廷に献金しなダメですかね。成し遂げてみせます。それでも足りてないか。目を賜り。さあどれぐらいかかるかな。あ、行けなくはないね。行きますか、小髄。それか中国地方さらに攻め入るか。敵はよく城を奪おう。遂げてみせましょう。はい、あとね政策で砲術取りたいんですけど、革新主義の武将がいないんですよね。砲術指南取りたい。うん、敵の城を奪ってくれる。さあ後ろの方からちょっと軍勢を出していきましょう。ああ台風食らいましたね。
今回は。ご命令とあらば。ふん、城攻めですか。アツジめちゃくちゃ弱い舞台やけど一応出しましょう。ご命令を下され。進軍じゃ、行くぞ。さあここにいかにすべきか。長政の大舞台出していきましょうかね。わかりましたぞ。舞台は集まっては来てるけど、今日が限界かな。こっちのね、戦いの方がメインになっちゃってるみたいですね。お、森田兵引き抜ける。お使いしよう。ナイス。二条御所再生やっちゃおっかな。よし。委任もできてるな。ん、ここ委任できてなくないか。できてない。ここもできてなくないか。ここはできてるか。よし、じゃあ行っちゃいましょう。白攻めは良き策。着陣した。皆戦に備えよ。8000。味方はたったの4部隊ですが、兵力差でね、倒しちゃいましょうか。うん、敵7000。同情我らに。だいぶ軽いですね、これ。お討ちを願いまする。このまま攻め潰してくれよ。お指図願えますか。同情我らに。こちらに。兵来、こう進めるぞ。我が部の見せ所か。はい。長政の正射で敵部隊バンバン壊れちゃいそうやからな。我が槍を持って突き進まん。こいつ我が戦闘にて押し通る。敵を打ち払います。鉄砲隊始めるぞ。あえ。お、鉄砲戦車5出た。強い。嬉しきことよ。命を賜りたく敵の退路を遮ってしまう。我が試される時ぞ。あれこそはと思うものは続け。いざ我が部をこの戦場に示さん。敵を攻め立て。頂上です。
我らの力が上回りました。この劣勢跳ね返さねばな。赤尾が苦戦してる。打ち払うぞ。さすが赤尾。さあこれで、ん？敵兵だ。我が先方の前には物の勝手はないわ。どこ向かってんの？はい、これで威風が発生しましたね。美味しい戦いをやって、敵将絡めと、まあ過労やからね、さすがに裏切らんよ。器が大きいな。小髄城を落として今回は終わりですかね。うん。なんですと。島津はね、本当にいつの間にかでかくなってるからな。この城手に入れるぞ。あの城は落とさねばな。とかも狙えるかも。城を奪いに行こうぞ。戦が始まる。備えよ。戦じゃ。みんな心構えをせよ。はい、小髄城落としました。絡め取った。お、敵武将が負だったな。東洋に出して修復もして、でなんかめっちゃ守りに来てるっぽいから、城を落としてみせる。蘇郷城落としに行きましょう。ご命令を下され。あの城は落とさねばな。ちょろっと出していきましょう。こちらに。ふん、城攻めですか。おげちゅう、ちょろっとで済まないぐらい出してしまった。戦が始まる。備えよ。あ、合戦かになってる。に、それはやる必要がないな。もっと蘇郷城をね、守りに来てほしい。敵退けたぞ。よう、聞いてくだされ。ん？来てんの？一旦出してる。ありがたき幸せ。感謝いたすぞ。うん、こんなもんでいいかな。強女とか。ありがたき幸せ。いや、久竹でいいっすね。行くさぞ。準備を万端整えよ。我が武を示す時が来た。城を攻めよ。みんな行け。これどうなってんの、これ。これ向かってきてんの、これ。じゃあこの2部隊で追い払おう。進軍じゃ。行くぞ。あ、山中鹿之助やった。
お使いしよう。名称ゲットですね。あ、代官は帰れないか。敵を撃ち払え。なんか敵ちょろちょろしてんな。陣を構えよ。戦の始まりぞ。城を奪いに行くぞ。行くさぞ。準備を万端整えよ。お打ちを願いまする。あ、兵糧切れとる。次はどのように。まずい。その前に総合城落とせるか。我が策の前に落としちゃってくれ。よし。敵の城デストライサイ放つだろ。何を考えておる。お打ちを願いまする。ご命令を下され。騎乗を。うわ、みんな兵糧やばいや。騎乗するぞ。お指しず。悪事もやばかった。敵に痛手を与えます。まあ、追い払うだけ追い払って兵どもよ、陣を構えよ。戦となるぞ。布陣を始めよ。合戦。あ、威風弱発生する。もう追い払いましょう。早送りでね。うん、サクッと。はい、これで敵軍はもうチリジリになるんちゃうかな。一気に攻めた方がいいとは思うんですが、一旦ね、攻勢は含めていいかな。時間もいい感じですんでね。愚策を申し上げた。うん、まあ四国守りに来まくってたら。おお、こっちからも来てるやん。うん、防衛戦もねしていきたいですね。はい、それは次回で。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。